それではね、今から1時間ちょっとみんなで楽しんで帰りましょうね。うん、で、あの送別流っていう流派は生け花を見せるっていうことあるんです。例えばステージに立って生け手がたくさんの作品を生けている、それを皆さんに見せるっていうのも一つあります。その中としてこのデモンストレーションというのがありますので、今からそれを私お3人の方にプレゼントしたいと思います。あのこういうのってめったに見たことないでしょう。多分あのお母様とか、ね、ご親戚の方がそういうお花をポンとお正月花とかね、玄関なんかに置いてあるのは見たことあっても、その過程ね、見たことないですよね。それを今からお見せします。はい、これハランって言います。あの高級なお寿司屋さんに行くとこれをお皿にしてその上にお寿司を乗せてくれます。早く大人になって高級な、ね、お寿司屋さんに行けるようになったら、あ、前言ってたこれなんだって絶対気がついたら、はい、でね、これなんだ、ホチキス、何するんだって思うんじゃない。この腹ってね、ペロリーンとしててちょっと雰囲気が、表情が少ないので、さあこういう時どうするかって言ったら、って思うかもしれないですかね。ホチキスってほら形変えちゃったね。ギター三振ってこれ昨日もやったね、ごめんね。で、あの植物はこうやって必ず水の中で茎を切ってください。そうすると外でこうやって切ったら、切った瞬間この中に空気入りますね。空気入るということは水の循環が切れちゃうということなんで、よろしくございません。でこれを水でシャキッと中で切ることによって餅が良くなります。ぐねぐねぐね混ぜてます。私の家から取ってきました。ここにね、はらんでね、私塊をキュッて作りたいと思って、ね、さっきのね、麺だけだったよね、この葉っぱで。それはほら、見て今こうやってポッチしてカッチャンカッチャン飛んでいってるでしょ。そうするとこうどうですか、見て塊的なのができたの分かりますよね。ね、今ここが空いてます。ここもちろんこれこうやって入れていきますね。え、今中学生さんってほら試験勉強終わって夏休みでね、研究なんかで頭悩ますシーズンじゃございませんか。どうですね。あとでね、自由研究のテーマになりそうな課題、ほおずき出てきます。あの昨日も小学校高年の子がいたので、その子に自由研究どうするのって言ったら、おーって言ってたんで、じゃあほおずきで自由研究してみなさいって、一つあの私の方からこういうのあるのよって提案したから、後でね、皆さんにも同じようにお教えしたいと思っております。ね、あのこれ私、皆さんが見やすいように生けてます。私からは後ろです。なんでこんなことできるのって多分ね、皆さん疑問に思うかもしれないけど、もうこれ勘です。それと慣れです。あの私 YouTube の作品も550ぐらい出しております、ね、あの今年1000人に行きました。あの多分みんなね、あの動画見ますよね、 YouTube なんか見るでしょ。でその時にあの普通の1000人に登録が行くのって、あの1割の方なんですって。あの芸能人とかあり方はね、5000とか1万とか、もうなんか信じられないような数パーッといくけど、普通の
体系も何ていうか演者もバックもどうなっちゃう、何にもない人で支援行くのって本当に少ないんですって。YouTube の事務局の方からお祝いメールもいただきました。1000人おめでとうございますって言って、で1000人以上になってあと条件3つクリアしたら有料サイトになるんです。有料サイトじゃない、YouTube からお金をもらえるようになるんですって。まあ、そこまでは考えてないけどできる限りやっていきたいとか、今ね水切りしましたね、ひまわり。そしてここ押しをちょんちょんちょんとしとくんです。そうするとこの葉っぱが持ちます。ひまわりっていうか夏の花材ってね持ちにくいから、水が上がるようにする。ひまわりはここでこうやって塩ちょんちょんちょんってつけるだけ。もう別に無理やりこんなスリスリなんてしなくていいのよ。ちょんとつけるだけで十分上がる花材ですから。はいはい、これで一作できました。テーママッスと線っていう感じで一作いけてきました。目は昨日と同じ作品になっちゃって恐縮なんですけど、この器で生けていきます。胡蝶蘭です。お高いです。花屋さんが無料提供してくれたんです。綺麗でしょ、ね、めったにそんなに胡蝶蘭の花束なんてね見ないでしょ。はい、これを1本よいしょ、ここにシュッと入れます。そしてこれアスパラガスブーリンゲ、ブーリンゲだったかな、アスパラガスなんとかしらという名前がついてます。みんながねご飯で食べるアスパラガスの、まあ、親戚っていうか兄弟みたいな感じです。今キャーって打つでしょ、ね、業者なので落としました、ね、その方が多分さっとどうでしょう。はい、完成です。できました、2作目です。はい、以上デモンストレーション終了です。